はいどうも、はいはいじゅつです。こんにちは。どうも。今来てるのはタイムラ889さんという、はい、タイ料理のお店です。おー、今回は何をするのかと言いますと、またグルメ企画です。おお、出ました。前回のことで気づいたじゃないですか、はいはい、もういがみ合ってもしょうがないと、はい、俺らチームだし、はい、みんなで食べようっていう、それが一番幸せだよね。そうそうそう、いや俺本当にユートに気づかせてもらった。それを経た上で今回の企画は揃えようと、3人で揃えられたら食べれます。3人とも。3人とも、はい。ただし1人でも違う回答してしまったらもうその時点で誰も食べれないという、まさに連帯責任。連帯責任、なんか対応早くね。さっきのさっきや。協力だからね、みんな。そうだよね、はいはい、手を取り合って、ほんとついさっきもう10分とか20分とか前の話ですよ。鎌倉を走り回って俺たち会えたじゃない、はい、会えました。絆は間違いないのよ。ちなみにですね、奥にいる、さっきはお会いしたんですよね。あ、聞いた。そう、僕さっき聞いた、あの紫陽花草って知ってますか。聞いた。そうそうそう、ご存知。まさかのこのお店に来たらさっき会いましたね。まさかのね。そう、まさかのね。それでは一つ目のジャンル発表です。サラダですね。おお、え、これ待って、選択肢いくない。おお、サラダか。果たして8から3を選択。自分が食べたいものを先に選択して、それに、ちなんだヒント、直接的なものは、ズルイロに出します。1人1回ずつも発言できる。なるほど。それを踏まえた上で誰に合わせるかとかを相談してみる。なるほど、はい、うん、OK、OK。 まあ今回一応鎌倉にいるわけで、はいはいはい、まあ見てください、左、闇、イカスミ、闇、イカスミ、イカスミ、イカス、闇。お前らバカだって。闇、こんな素晴らしいヒントねって。闇鍋。はい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 、あれか、あれか、わかりました。この人のダンス、俺すごい個性的で好きだと思う。あー、おー、あー、天才や。でもさ、これ、ズッキ苦手なんじゃね。え、じゃあちょっと変えてもらっていいですか。じゃあ俺のヒント言うわ。うん、もうダンサーかな、ある意味。あれ、まだまだまだ分かんねえよ。全部の食材にダンスさせて、一番なんか滑らかな、ちょっとなんかちょっとうざい動きするから。レジもよかったじゃん。え、ちゃんと頭の中で踊らせた。そう、だいぶ踊らしたね。せーの、ドン。トントロサラダ。チーフのサラダ。トントロサラダ。おい、トントロでしょ。トントロでしょ。なんで、おい、トントロ。本当に踊らしたのかよ。おい、踊らしてるじゃん、トントロ。トントロだよ、こういうことだよ。すごい、トントロな感じ。短い腕でこうやって。どういう、もうニュートの助言で分かったでしょ。あ、2品目は落としてるね。焼き物、揚げ物。おい、これは、これは生きて、これは落とせ、生きて。じゃあ、どれもいいな。落としがたい。それ、さてってどういうことなんですか。串焼きです。ココナッツミルクとカレーでミックスしたんですけど。へー、少し甘めと。ある。いや、俺はもう一番ガッツリ来たい。もう超ガッツリ来たい、俺。もうかじりつきたい。まあやっぱりこいつだね。一問目思い出して、やっぱりこいつが食いたい。ああ、一問目思い出してね。はいはいはい。サマステやった時、猪狩家が差し入れしてくれた料理。ああ、なるほど。俺なんとなく分かったけど、誰合わせで行くかだよね、だからきっとこれは。確かに。この企画を思い出すよ、普通に。そう、みんなでっていうところだね。いや、待って、どうしよう、どうしよう、どっちにしようかな。いや、この企画の趣旨を本当に思い出した。これだけ言っとこう。せーの、ドン。ポントロ焼き、台風スペアリブ。重台風スペアリブ。あ、待ってよ、ちょっと待って、ありえないんですけど。いや、待って、この企画の趣旨を思い出してくれよ。なになに。俺がさ、そ散々食べなかったから、いや、ちょっとかわいそうだと思ったっつったから。かわいそうな人に合わせる企画じゃない。何何、その下に合わせる企画みたいな。だから、だから、だから、いや、だから今回いろんなのが大体分かったのよ。ガリさんがスペアリブだろうなと思ったけど、ミズくんが焼き鳥だったら、はい、食べたいと思ったのよ、うん、で、これ一発目で合わせるんだったら、いや、こっち来てくれんじゃねえかなと思って。俺は一回、そう言ったら、でも俺トントロ焼き一回書いてるんですよ、ユートに合わせてね、うん、そう、だから俺その思考だと思ったね。そうそう、完全に焼き肉屋で俺トントロ食べない。嘘でしょ。そうそう、やっぱさすがにトントロ水くんに食らすのどうなんだっていうのもあって、分かってるから。試合のもう、いや、そんな水くん合わせじゃん、そんなこと言ったら。絶対俺だと思った。いやいや、そんなわけない。そんな甘くないよ。皆さんもうちょっと仲悪くなってきてるんで。何やってんのみんな。そうだ、そうで、俺たちは、まあでもその気持ちもすごい分かる。ね、理解しちゃうから。俺も本当に申し訳なかった。俺そっちに行けばよかった。もうちょっとなんかルール
決めてった方がいいよ。これテロップ出してください。熱量が一番多かった人が、のやつに合わせるツールで、うんうんうん、海鮮料理。おい、今回全部美味しそうね。これさ、思いやりを持って、うん、ほらね、やっていこう。水くん、水、ほらね、あ、すいません、水いただいてもいいですかね。あ、俺も飲んでいい。ああありがとう、飲んでいい。ありがとう。ジェスチャーするわ。はい、は続きなんの。いや、なにこれ。あ、待って、え、あ、待って、え、え、もあ、分かった顔伝わりました。そういうことかな、俺は。今日一日通してものすごい走りましたもん。そうそう、腹減ってんだから。なんでパワーをつけたい。分かる。すごく元気をつけたいなっていう、うん、結局これはね、旨味が凝縮されてる。噛めば噛むほど出てくる。そしてそれにそのもう一個のこの調理のこの味付けのもう一個を足すことによって、もうめちゃくちゃ魅力的な商品、まさに、この海の色からもある意味想像できるんじゃないかなっていうぐらいの。オッケーオッケーオッケー、もう分かっちまった。オッケーオッケーオッケー、お前の熱伝わった。伝わった、しっかり受け止めたよ。ありがとう、しっかりと伝わった。ありがとう。ああ、これしかないな。ちょっとマジで緊張するわ。俺これしかないですよ。せーの、ドン。イカのガーリック炒め。イカのガーリック炒め。グリとイカのガーリック。おい、ふざけんなよ。なんで、お前は。お前、お前、お前、こんなメニューないよ。あるでしょ、エビとイカのガーリック。あるほ、カレー炒めだ。ほら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 、これはどうなの。おい、メニューないよ、そんなの。ちゃんと飲めばよかった。やべえ、おお、マジか、マジかよ。今のは俺もう絶対食えると思った。もうごめん、マジごめん。いや、俺これさ、海のね、はいはい、冷凍できるイカスミでしょ、伝わってよ、それ。伝わった。明日への元気、ガーリックでしょ、伝わったよ。で、そこにもう一つ味付けが加わってみてるってなった。あ、そのね、ガーリックをもう一つと捉えたのか。そう、そういうことか。ちなみに俺のやつ分かった。あれでしょ、ムール貝。あ、そう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 、うんうん、蒸されてる感じがした。あ、よかった、伝わった。グツ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 してないでしょ。グツグツしてパカって割いたんだ。はい、ムール貝開いた。分かった分かった、伝わった。嬉しい。スープ麺。あ、スープ麺。オムヤン君ってどういう感じなんですか。オムヤン君はタイの代表的なスープで、辛くて酸っぱいスープです。辛くて酸っぱい。エビ入ってますよ、エビが。へぇ。これ、タイ風焼きそばと太麺炒めだと何が違うんですか。まあ、麺の太さが違うのと、味付けが少し。おすすめは普通のタイ風焼きそば、ちょっと甘めで、これもエビが入ってます。へぇ。すげぇエビを探る。俺からいい。いいよ。僕ね、あのね、僕ね、まず言ったら猫舌なんですよ。だからこの熱さが残るものっていうのは正直しんどい。おー、うん、すごい腹減ってるから、まあガッツリ行きたいっていうのはあるよね。箸で行きたいの、ガッツリ。俺はね、あのね、高熱出してきた。あのね、ここに来た目的というか、もはやタイ料理屋さんじゃん。はい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 。だから食べたいなっていう。やっぱそれも箸で。はい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 、ガッツリガッツリ、はい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 。いや、俺はでもここに来た意味っていうのもやっぱりちゃんと噛み締めたい、うん、それと同時にやっぱりこの海でしょ。海、海でこれ食いたくねっていう。海で上がってきて、海で上がってきて、いや、夏って言ったらもうやっぱなんかこれは、うん、いろんなところにあるんじゃない。俺ね、ガリさんと言うと同じな気がするんだ。俺みんな同じだと思って。俺みんな同じ。俺ら心一つだもん。そうだから、みんなありがとう。なんか最初に好き、うん、いや、これこうやんない方がいいって、こういうこと。やんない方がいいんだって。やばい、ちゃんとアクションしてないから。いや、今やめた方がよかったよ、絶対。せーの、ドン。タイ風焼きそば。焼きそば、タイ風焼きそば。うわー、よっしゃー。いや、よかった。これ見てる人はどういう風に見てるんだろうね。感動的じゃん。いや、でも俺ほんと感動しててほしい。だって今日ユウと一緒ぐらいだよ。ユウと栗しか食ってないから今日は。だから、いや、そう、イカのガーリックがね。ちなみにイカのガーリック炒めはあのつまみのナンバーワンメニュー。絶対うまかった。あー、うめえわ。このお店は17年前に海の家の中のテナントとしてオープンして。あ、そうなんだ。タイ風焼きそばはもう人気の商品で。うわ、そうなんや。いや、じゃあ俺って海から出てきたの、ちょうど。でも全数分かりました。あ、そうなんだ。お待たせしました。これが噂の人気のパッタイです、タイ風焼きそば。こういう感じなんだ。あ、めっちゃいい匂いする。いただきます。すげえ、麺重っ。
おもわ、このボリューム900円も安いね。これめちゃめちゃ安いじゃん。うまい、うまうま、麺もっちもちだよこれ、ね、しっかりしてる、味付けがしっかりしてる。あ、やっぱけど甘いね。あ、うまいわ、うまい、止まんないわ。いや、これは止まらん、マジで止まらん。次のジャンル、こちらです。え、待って、めっちゃ多いやん。無理だろ、こんなの飽きれるわけないやん。いや、でもライス、S、M、L 頼む、だ消去法でいい。いや、もち米も頼まねえ。いや、やばない、これ何種類あるの。17種類あるよ、これ。まあ、なんか俺の中ではもうもはや3択みたいなところがあって、まあ、その3択で迷ってるんだけど、やっぱり僕はさっきの無念を晴らしたいですね。はい、あの悔しさ俺は忘れない。あれはね、もう3択は俺も一緒。俺ね、無念よりやっぱね、俺は王道に行きたさがある。すごい、どうしても含まれてる気がする。なんだろう、一つ頼めば。なるほど、なるほど、それもなるほどね。ならばいっぱい入ってる方が俺はいいかな。あ、そうとも思うことにして、それにします。じゃあ、いや、俺はもう一つの選択肢、三つもあると思うんだよね、逆に言ってしまう。でも限定に変えろっていう意味で、これの一番大きいのもありなんじゃないかなっていうのが。ちょっと待って、ちょっと待って、理由があるならいいんだけど、ちょっと意味が分からない。ボケですか、この二人のやつに合わせる。あー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 、そうだよ、びっくりした。いや、どっちにしよう。せーの、だい、シーフードバジルの炒めご飯。シーフードバジルの炒めご飯。シーフードバジルの炒めご飯。これ危なかったマジで、俺ずっとイカのマジルにしようと思って。いや、ガリさんのそのもう好きっていうのも分かったから、うん、だってもう当たり前のところで食ったりするんじゃん。それするのありかなとは思ったんだけど、うん、ちょっと待って、入ってんじゃねこれ。いや、そうシーフードバジル炒めご飯で。おーい、へー、こういう感じなんだ、ね、わー、超美味しそう。え、食いてぇ。私イカでかっ。ほんとだ、めちゃめちゃ大きい。でもこれ普通のサイズです。え、普通なんですかこれ。マジか。じゃあいただきます。いただきます。うわ、すごいなこれ。これやばいね、本当にやばいよこれ。いただきます。お米が足りない。あ、あ、うまっ。あ、おいしい、うまっ。でもこれ卵のまろやかさとうまいこと混ざって、中和してね。うん、あ、いか、うまっ、うまっ。大量にこれハマっちゃうわこれ。最終チャレンジです。肉料理。おぉ、来ましたね。いや、どれかな。聞くって、これ種類多ない。どれもうまそうだな。やっぱ俺これだな。俺この肉が すごい好き。やっぱこれの肉っていうのは俺やっぱすごい好きだし、よく食べる。ガリさん肉何でも食ってるイメージだ。どこ行くかこの肉は好きだし、やっぱりこの調理法も俺好き。ちょっとイタリアンとかで出るイメージかな、俺の中だったら。いや、そんなことないわ、ごめんごめん。嘘だ、嘘だ、全然わかんない。ちょっとムスコット、僕はですね、何回も言います、元気になりたい。シンプルな料理ではあるんだけども、うん、やっぱ極論これが一番美味しいんじゃないかなっていう。まあ確かにね、うん、僕もね、元気が欲しいと思ったけどね、正直これは逆にいつでも食べれるんじゃないのと思ったんだけど、はいはい、逆に今ここでしか食べれないもの、この国風っていうのがあるのっていう感じ。それもホースこの国風があるホース。結局の元気も欲しい。だからどっちにしようか迷う、正直。どっちも食べたい。いや、俺どっちも食べたい。ダブルチャンス、ダブルチャンス、ダブルチャンス。結局その選択肢を2個にすることによってリスクも上がるけど、食べれる料理の数も上がるっていう、まあ、そういうやつですね。そう、それがダブルチャンス。ダブルチャンス。俺これだって俺たちの絆もう上がってっからね。そう、6回戦やばい期待値だよ。これも間違いないでしょ。間違いない。もう画面の向こうの皆さんも安心しきってる。かけな。はい、行きましょう。いきましょう、せーの、ドン。タイ風ソーセージと、豚肉のガーリック炒め。タイ風ソーセージと豚肉のガーリック炒め。同様です。はい、でもこれはちょっと自分でもあのやってたのと何々風はいいのかなって思ったけど、ダブルチャンスおめでとうございます。ダブルチャンスありがとうございます。いや、保存できてない。ガラケーで自撮りできるかなと思って、こうやってガラケーで ここのカメラ、内カメラできないから、これこうやって撮ったんだよ。
そしたらね、逆光だったっていう写真。そう、2回撮ったんだけど、2回とも逆光だった。あ、すごい、なんか逆にいい感じ。はい、お待たせしました。うわ、来た。うわー、美味しそう。ああ、食べよう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 。いただきます。これ多分ソースつけたら、うん、開封になるのかな。あ、うまっ。あ、うめ、美味しい。ソーセージ自体は多分あんまり変わらないんだろうけど、ちょっと生春巻きの味に似てる感じのソースにウインナーで焼いた時の香ばしさが加わって、油も加わって、これ最強に美味しい。うまいね。みんなのおかげだよ、これ。ありがとう。あ、いや、みんなのおかげだよ。はい、お待たせしました。お、来た。はい、豚ガーリック炒めです。おー、これは間違いないんだよ。これは多分止まらんぞ、これは。いや、岡田君、最初に言う、うまい。食べます。いただきます。いただきます。あ、はい、うまい。あ、うまい。あ、超うまい。うめー。熱いんですよ、これ。熱いって感じだし。ただ厚みがやっぱいいんで、この逆に。これ熱いけど食べれちゃう。うまいな、これ。マジでうまい。リスク高い分さ、成功した時にやっぱり喜びが嬉しいね。何かを失う覚悟を持って初めて人間は何かを成し遂げられるね。こうあるべきだよね、本当に。前ね、人としてのあり方をなんか学んだ気がする。証拠を通じて大学進んでたわ。そう、初めてだって理解するとか大ごめだったもんね。平和が一番だなっていうのは、なんか争ってもしょうがないよね。そうそうそう、何も生まれなかったけど、人ってみんな違うからね。好きなものも嫌いなものも、人を受け入れる心っていうのはやっぱり叱るべしなのかもしれないね。あ、イカ食いたくなかった。イカ食いたかった。イカの代わりに食いたかったでしょ。食べたかった。食べたかった。食べたりもして。いや、ダメだ。イカに。いや、誰のせいとか、そうじゃなくて。ガーリックはもう、ガーリのせいだ。あー、うるせーよ。うるせー。だけど、イカに。結局バチバチしてんだよ。あ、うまい。俺らになってるよ。ちょっと食べたら落ち着くんじゃない。あ、うまいわ。世界平和だわ、うまいもんは。さっきはちょっとごめんね。全然大丈夫。俺もごめん。